今回はバサジー大分11年目のシーズンを迎えるにあたり、バサジー一筋11年、背番号10番二部屋選手にお話を聞いてみました。この10年を振り返ってみると、1年目は F リーグが始まったばかりで、まあ、バサジー大分もそこでスタートして、まあ、やっぱり全てが手探りの状態でしたね。その中でただただがむしゃらにやり続けて、選手もやっぱ他のチームと比べるとすごい差があったと思うんですよ。今考えるとこいつらに負けるかみたいな、なんかこう何クソ根性じゃないですけど、もうただただ目の前の試合を戦ってがむしゃらに勝つみたいな、お互いの意見をぶつけ合って衝突というか喧嘩がもう絶えなかったです。毎日のようになんかこうできない同士じゃないですけど、もう一つになって戦うしかなかったんで、そういう意味では結束力というか、もう本当に一つになって戦えてたっていう部分では、まあ、2年目の途中でマリオさんが監督になってからちょっとこうバサジーの雰囲気が変わりましたよね。本格的なフットサルっていうか、いろいろな基礎のところを教えてもらいましたね。伊藤監督の時は本当にもう勝つっていうところを軸にチームも動いていましたし、まあ、監督が何よりもその姿勢を表していたので、戦うっていう感じでしたね。テーマシンプルでみんながやるべきことを共有できてたっていうところが勝てた要因かなっていうふうに思いますね。まあ、この 2,3 年は また吉崎監督に代わってやりたいフットサルも違いますし、メンバーも若返りを図り、まあ、結果はそこで残せなかったんですけど、その理由っていうのは、まあ、やっぱり共通理解が薄くなってしまったっていうところだと思うんですよね。まあ、そういう意味では今シーズンベテランの選手が多く入って、まあ、特に原田選手や山下選手とか、まあ、経験豊富な選手が、たくさん入ったので、まあ、そういう選手が、引っ張っていって同じ方向を向いていければ、まあ、チームはいい方向に進むと思っているので、まあ、そういう意味では、まあ、みんな共通理解を高めて、優勝を目指して戦っていきたいなというふうに思っています。11年目のシーズンへ意気込む二部屋選手、今シーズンの活躍に期待したいですね。シーズン開幕は6月11日の代々木セントラル、ホーム開幕戦は6月25日日曜日、別府ビーコンプラザでボスクオーレ仙台と対戦。応援よろしくお願いします。